私でよければいつでも甘えてね。本当、一体何をしているのかしら。あ、ナポルルとミカト、おはよう。タア。おはよう。ところでマネリ。何をしているの？あのね、どうしたの？実はあのヌベポックの実が欲しいの。どうしてヌペポックが欲しいの？あの実は美味しくないわよ。食べるんじゃないの。あのね、こないだおばあさんたちから聞いたんだけど、ヌペポックの実を持っているといいことがあるんだって。だからどうしても欲しくて。だけど何回飛んでも届かないの。悪いけど、お願いしちゃったりなんかしてみようかな。やあみんな、朝も早くから何やってんだ？あら、珍しいわね、ヤントマが早起きするなんて。もう、なんだか急にパッチリ目が覚めちゃってさ、今の俺は実にすがすがしい気分だな。ところでマナリ、一体何をやって。どうしたマナリ、顔が赤いぞ。私が取る。どうしてもなの、ごめんね。おい、ミカト、マナリのやつ一体どうしたって言うんだ。何かの儀式か、それとも健康促進のため、病気？病気じゃないもん。タア。
そうなのか。たく、そこまでして幸運に恵まれたいのか。いやしいな、まったく。仕方ないわ、こうなったら。平気だよ、私諦めないもん。もう少し、もう少しなのに。降りろ。失礼だよ、そんなに私重たくないもん。分かったから早く降りてください。あまりの軽さに背骨が折れそうです。ったく、どうでもいいけど俺を巻き添えにするのはやめろよな。ごめんね、次は気をつける。だけどもし私が落ちてきたら避けてね。次ってまだやるの？うん、もうこうなったら引き下がれないもの。あいつこれぐらいで諦めるやつじゃねえもん。地割れか？こりゃ天変地異の前触れじゃ。
ぞい、ミカト。あれはな、ヤンタムーが自分からぶつかっておるのじゃ。マナリに怪我をさせんようにの。なあマナリ、もうこれで最後にしようぜ。次できなかったら諦めな。やったな、マナリ。すごいわ、マナリ。おめでとう。おめでとう。めでたいの。やった、やったよ、ヤンタム、取れたよ。よかったな。前が諦めなかったから取れたんだよ、きっと。もっと褒めて。ところでマナリ、どうしてそんなにその実が欲しかったんだ？その実がいくら幸運を呼ぶって言っても、お前のドジは治らんぞ、多分絶対に。うん、だからヌベポックをね、ヤンタムにね、あげたかったから取ったんだ。はあ？そうだったのか。あ、はい、これ、あげるね、ヤンタム。感謝してよね。わしらの若い頃を思い出すの。青い春じゃの。ええー、の。ねえ、これを持っていればいいことがあるって。そんじゃ、もうマナリに体当たりされなくても済むってことか。もう、ヤンタムってば。ところで、言い忘れておったがマナリア、ヌペポックの実というのはな、良縁に恵まれる実なのじゃよ。マジ？
どっちかというとマナリが持っておった方が良いのではないか。確かにそうじゃの。ヤンタモンのような軽い男が持っておったら始末に負えんぞ。ヤンタム、やっぱりそれ返してよ。いやだね、一度もらったものは返さないぜ。これさえあれば。ヤン、返してってば。ねえ、取り返してみろよ。のどかじゃの。平和じゃの。だけどうるさいの。返して。嫌だねーって石は投げんな。それにしても時間が経つのはあっという間だな。そうだね、ナコルルが帰ってきてからもう半年以上になるんだもんね。ああ、このままあっという間に俺もおっさんになっちまうのかな。ま、俺ぐらいかっこよければ熟女殺しの異名を持つ美中年になることは間違いないけどな。ヤンタム、殺すのはいけないわ。でも文字通りの意味にとるなよ。俺はおっさんになってもいろんな女の人を落とすだろう、そういう意味だ。落とすって谷に？ヤンタム、落とすのはいけないわ。違うだろう。こら、マナリ、今わざと谷とか言ったろ。ごめんなさい。ねえ、ヤンタムはどんな大人になりたいの？うん、俺はな、平凡で平和な家庭を築きたいんだ。本当に？なんで驚くんだよ。波乱万丈の人生とか、美女が5万といる大宮殿を追っ立てるとか、男のロマンはいろいろあるけどさ、一人の女を愛し続けて幸せにしてやるってのも結構かっこいい気がするんだよな。へえ、意外。ん？なんだよ、人がたまーに真面目に答えてやりゃ
意外とかなんとか言いやがって。悪かったな、どうせ柄じゃねえよ。うん、そうじゃないの、なんかいいなと思って。ねえねえ、子供とか何人ぐらい欲しい？そうだな、少ないよりは多い方がいいな。だよねだよね、いっぱい欲しいよね。名前を覚えきれないぐらいがいいよね。子供の名前ぐらい覚えるだろ普通。そうだよね。じゃあさ、家はどんなのがいい？家？もう家は少し狭いくらいでいいよ。だけどさ、家の前に苗木を植えてどんぐりの木を育てたいとか思うね。いいなあそれ、子供が登って遊べるようになるといいね。うん、そうしよう。ておい、なんでお前が納得してんだ？まるでマナリと結婚するみたいじゃないか。え？あの、それじゃあさ、ヤンタムにはもう決めた相手が いるの？いないね、はあ、俺みたいな美男を女の子たちはどうして放っておくんだか。あのさヤンタム、じゃあさ誰もお嫁さんになる人がいなかったらさ、私がなってあげてもいいよ。やだよ、お前の子供ってドジっぽそうだもん。大丈夫だよ、お父さんがよければ。まあそれは俺様の子供だったら木ぐらい簡単に登れるだろうけどな。よし、それじゃあマナリがばあさんになっても嫁に行けないようだったら俺がもらってやるよ。なんでもないです。